柳舞の聞いてよ聞いて。みなさんこんにちは、柳舞の聞いてよ聞いてようこそ。番組のパーソナリティを務める歌うベビーシッター柳舞とアシスタントの高橋由衣です。よろしくお願いします。この番組では柳舞の皆さんに聞いてほしい趣味、歌、最近あったこと、皆さんからいただいた喜怒哀楽のエピソードなどを聞いてを聞いてという感じで、毎週リスナーの皆さんと一緒にゆったりと楽しい癒しの時間を過ごしたいと思います。番組の中で生歌コーナーもありますので楽しみにしていてください。はい、はい、今週も始まりましたね。お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと自己紹介をしたいと思います。柳舞と言って、柳舞と言って、はい、はい、歌うベビーシッターとして今ベビーシッターをしながら、歌う路上ライブとかね、あのライブハウスとかで歌ったり、あとはモデル活動、ブライダルモデルとか、ウェブモデルとか広告系のものに出たりとかして活動している、ものです。柳が漢字で舞がひらがなで活動しています。はい、はい、ありがとうございます。高橋さんお願いします。はい、アシスタントの高橋と申します。同じこのスカイウェーブ FM で毎週木曜日11時から13時、スカイウェーブランチというお昼の番組でパーソナリティをやっております。はい、千葉県で、千葉県生まれ育っております。よろしくお願いいたします。千葉県出身で私は鹿児島県出身です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今週はですね、なんとずっとやりたかった青春ソング企画をついにできました。いいですね。イエイイエイ。ということで、今週はですね、皆さんから事前に、うんうん、なんていうの、アンケートじゃなくてなんだな、アンケートでもいい。そうですね、皆さんから聞いたその青春ソングプラスちょっとしたエピソードを、はいはいはい、募集したらいっぱい来ました。来ました、皆さんの青春が。青春がで、今日2曲曲を流すんですが、うんうん、私の青春ソング1曲と、はい、高橋さんの青春ソング1曲、はい、すみません、恐れ多いのですが、はい、ちょっとね、事前に選んでもらって流したいと思うので、はい、それもね、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、それでは早速青春ソング、うん、いっちゃいましょうかね。いっちゃってください。はい、天体観測、あ、バンプオブチキン、バンプオブチキンさん、わー、懐かしい。いいですね。じゃあエピソードね、うんうん、カラオケオールでみんなで歌ったのを思い出します。わー、めちゃくちゃ青春。ね、みんなでね、オールして疲れた頃にこれを入れて起きてる人たちで盛り上がるっていう、めちゃめちゃいい、見えないものを見ようとしてる。懐かしい。いいですね、いろんな思い出が。じゃあ次の方、ラブフォーエバー、ラブフォーエバー知ってます？加藤ミリアさんと加藤ミリアさん、はい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 、あれか、2人のデュエットの、なるほど、うわ、ありましたよね。確かに、あれは君で会えてよかった懐かしい。これね、エピソード読みますね。はい、学生時代好きな人とカラオケでデュエットした思い出。そんな甘酸っぱい、甘酸っぱい。なんかやりませんでした、昔こうなんかこう片思いとか好きな人と か, なんか彼氏とかでもいいんですけど、カラオケで2人で歌うっていう、全く食い気味全くいかないで。私結構やってたかもしれない。いや、やってそう。トリプル A の出会いの力っていうのがあって、うん、あ、はいはいはい、1、2、3あるんですよ、うんうん、曲が、うんうん、出会いの力普通ので、出会いの力2、はいはい、出会いの力3っていうのがあって、それぞれのなんだろう、ストーリーがあるんですよ、うんうん、出会ってから、でちょっとなんかこうラブラブな時期、うんうん、そしてちょっとなんか別れみたいなのをちゃんとストーリーになってて、それも2人で歌って、しかもサビはハモれるんですよ、うんうん、そんな、そう、恋人たちのための曲じゃないですか。そうですよ。っていうのとかはやってましたね。わー、甘酸っぱい。甘酸っぱい。あと友達と
これも、まあ、青春ソングになるんですけど、うんうん、西野カナさんの私たち、うんうん、はい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 、わかります？聞いたらわかる多分。なんだっけ、私上に私のことを、あー、わかりましたわかりました、うんうん、曲があるんですけど、あれをあの何二人で歌うんですよ。女の友達と専門学校で出会った、まあ、こっちにね東京に引っ越してきて初めてできた友達、はいはい、親友なんですけど、うんうん、その子と未だに仲は良くって、はいはいはい、出会った時に西野カナがお互い好きでカラオケでめちゃくちゃ歌ってたんですよ、うん、で歌詞の中で、うん、3年後の私はきっとみたいな歌詞があるんですよ、はいはいはい、で3年後どうなってるかなとか言ってからの3年後も一緒にまた2人で歌ってるんですよ。現実、うわー、熱っ。で10年後も出てくるんですよ、うんうん、そして10年経って10年後の私たちも歌ってるっていう、めちゃめちゃいいじゃないですか。でもあの曲ちょっとね、あの高くて難しいんで、あのまあ気持ちで歌ってるんですけど、まあ、楽しいですからね。そうっていう、まあ、思い出の曲私もありますね。すごい、めちゃめちゃ青春してるなんか誰かと歌うっていいですよね。いや、そうですね、一人だけも、うんうん、まあ、楽しい、それぞれのね、その元気出したい時とかいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、そんな感じでして、はい、では次いきます。はい、波乗りジョニー、桑田佳祐さん、家族を乗せて車での旅行中流していた懐かしい曲、めちゃめちゃいいじゃないですか。どれぐらい前だろう、ね、でもまあでも今でも聴きますよね。今でも聴く、全然有名ですよね。まあ、でも家族乗っけてね、うんうん、パパかな、この方はね。すごい、いいエピソード、なんかいいですね、じんわりしますね、うん、じんわりってないわじんわり、心が温まる今こう思ったことが口から出ちゃったからということで、まだね、ちょっとね、来てるんですよ、うんうん、思い出ソング、はい、一旦ちょっとじゃあ私の思い出曲を流したいと思います。 お願いします。それではトリプル A さんでノークライノーモア。聞いて、はい、今聴いてもらった曲が私の青春ソングです、うん、青春ソング先週に引き続きちょっと甘神が甘神気味ですね、ちょっと下が回ってないそうなんですよ、私が、うんうん、受験の時とか、はいはいはい、そういった大事な時に必ず聴いてる曲でして、うんうん、なるほど。そうで、あの本当大事なイベントとか、うんうん、こうテンション上げたい時とかに、はい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 、こうイントロというかもう最初からいいじゃないですか、もう。そうですね。ノークライみたいな感じなんで、ちょっと、この曲はすごく大好きで、未だに聴いております。なるほどでございます。はい。じゃあ、続いて、お便りが届いてるので、はい。読みたいと思います。お願いします。まいさん、高橋さん、こんにちは。こんにちは。青春の音楽いっぱいありますよ。中学、高校、20代は、ラジオヘビーリスナーで、流行りの音楽より、バンドやシンガーソングライターさんに夢中でした。中学はくるりやジャングルスマイルやファナティッククラシスやすごい全部カタカナ、英語がね、はい、ラルク、キックザカンクルーや、高橋さんに読んでもらおうかなバトンタッチしてもいいですか、ちょっと、ラルク、キックザカンクルーやソールドアウトに、これがスクープオンサムバディなど、うん、夢中で聴いていましたが、一番の青春曲はザードの心を開いてです。ここからバトンタッチで、わかりました、この曲の思い出は、中学の卒業式の日、養護の先生が保健室に呼び出し、当時不登校気味の自分をお祝いの手紙とカセットテープをプレゼントしてくれた、その中に入っていて、高校社会人の辛い時、カセットテープ聞いて頑張れました。今はラジカセがないので聞けないですが、お守りに部屋に置いてあります。ラジオネームせつなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかめっちゃ、めっちゃいいエピソード、本当にいいエピソード、ね、ありがとうございます。いい先生だ。保健室の先生、女神じゃないですか。女神ですね。すごいなんかカセットテープっていうところが、うんうん、なんかエモいですね。エモいですね、わかります。エモーショナルな感じでありがとうございます。素敵なお便り。じゃあこの方の青春ソングはザードの心を開いてっていうことですかね。そうですね、まあ、他にもね、いっぱいね、いろんな方のね、結構わかんないね、いろんな楽曲聴いてらっしゃるんですねねえ、すごい。
はい、それではね、続きまして、私も好きこれ、清水翔太さんの君が好き。あー、いいですね、青春って感じ、エピソード、当時の彼に名前を変えて歌ってもらってた。あ、なるほどなるほど、そこ当てはめてってことですね。君が好きってところを、うん、舞が好きとかね、そういう感じですね。キザな男だな、キザな男だ、やってんな舞が好きって歌ってほしいな。なんかありますよね、こういう、なんだったっけな、他にもありますよね、名前あります、なんだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんか学生時代あったな、そんなことも、青春してんな青春だな。次、100万回の I love you。 100万回の、聞いたことあります？なんかタイトル聞いたことある、多分聞けばわかるんだろうな、ねね、私も遠距離で一緒にバリ島旅行に行って、空港で別れたバスの中で泣きながら聴いていた曲。わあ、すごいエピソードすごいエピソードですね。すごいな、濃いな、濃いですね、この文章だけでもだいぶ重めな曲すごいですね、この短い文の中に情報量がすごい、ね、遠距離で久しぶりにね、バリ島に旅行に行ったんでしょう、うんうん、それでバイバイってした帰りのバスで泣いて、ね、泣いてね、悲しいけどいい曲あ、すごい人生だな、すごいな、面白いな次、僕がどんなに君を好きか君は知らない、郷ひろみさん。郷ひろみさん、これ私聞いたんですけど、はいはい、あのだいぶバラード目でした。あ、そうなんですね、うん、大人数の前のカラオケで片思いの人に向けて歌いました。え、すごい。え、気づいてるのかな、その女の子は。いや、どうなんでしょう ねどうなんだろう、すごい、なんかやっぱり青春曲って恋系多くないですか、うんうん、いや多いですね、ラブ系、うんうんうん、素敵、うわいいな、はい、じゃあ次、ビートルズ、レッド・イット・ビー、高校時代ギターを始めたきっかけ。あ、なるほどですね、レディ・ビー、有名ですね、レディ・ビー、あ、かっこいいな、ギターで、それかっこいいですね、すごい、でもそれがきっかけでね、今もやってるのかな、ギター、ね、どうなんでしょう、ね、素敵な、ソラニン、あ、知ってる、これ、ソラニン、例えばなんだっけ幸せがだらっとっていう、なんか聞いたことあるかも、あのバンドの曲なんですよ、うんうん、うわ懐かしい、学生時代バンドを組んで歌っていた夏メロ。あ、そう、バンドやってる人結構いるのかな、ね、学生時代って、あ、確かにね、ギターとか、うんうん、ギターやってたりとか、素晴らしい、たね、面白いですね、うんうん、みんなの、バンプオブチキンさんの車輪の歌。あ、車輪の歌。あ、してます？バンプオブチキンは結構聞いてましたね、私も。おお、結構アップな感じですかね、うん、この曲。懐かしいですね。懐かしい。じゃあね、あの、この後、高橋さん、あ、皆さん、いろいろね、エピソード、ほろ苦いエピソードだったり、ラブなエピソードだったり、そうですね、本当ありがとうございました。なんかいいですね、みんな。いいですね。なんか、その、曲とかで、うんうん、世代とかが分かりません？いや、それは思います、うん、本当に。ねえ、うんうん。じゃあ、高橋さんのね、曲、なんでしょう？私はですね、ファンキーモンキーベイビーズのちっぽけな勇気を選ばせていただきました。今回はいいですね、俺たちはまだちっぽけねーって聞いてたな、懐かしいですよ。どんな思い出ですか、これは。それこそ私もカラオケでファンキーモンキーベイビーズ、うんうん、あの結構ハモリがあるので、ありますよね、ありますよね、それを友達と一緒にめちゃめちゃ練習して歌ってました。これもなんかこの手のひらの中にはってありますよね。そうです、あります、あります、歌ってたんだじゃあ高橋さん、あの友達のね、フレンドの方の思い出が強い、うんうん、そうです、フレンドな思い出が強いですねちょっとラブの方は疎かったんですけれども、ラブね、まあ、これからこれラブのこれからあるかな、青春曲を作っていきましょうはい、じゃあ曲振りをしてもらいましょう、高橋さんに。はい、それではお聴きください。ファンキーモンキーベイビーズでちっぽけな勇気。聞いてよ聞いて。はい、続いてのコーナーはお便りコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、今週もね、はい、お便りが届いているので読みたいと思います。お願いします。お願いします。ラジオネームコロッケさん、
まいまい高橋さん、こんにちは。こんにちは。前回の生放送を初めて見に行きました。もう楽しくて面白すぎてお腹が痛かったです。わら。いつもまいまいと高橋さんのコンビはぴったりだなぁと感じました。本当に生放送を見れてよかったです。また見に行きたいと思いました。いつも癒しと元気をありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。見に来ていただいてね。あ、先々週か、先々週、うんうんうん、あの見に来ていただいて生放送、はい、うん、めっちゃ楽しんでましたね。ねえ、よかった。もう安心しました。なんかちゃんと聞いてくれてる方も楽しいんだと思って。ねえ、そうなんですよね。なんかあのリアルタイムで笑って、うんうん、ね、いや、そのリアクションが見えるとリアクションが見えて嬉しいですよね。私もね、すごい、こちらこそありがとうございました。本当にありがとうございます。またぜひね、見に来ていただいて、はい、この生放送の回とあと、まあ、うんうん、収録の回がありまして、うんうん、まあ、生放送の時は公開収録で2本ね、はい、じっくり見れるので、じっくりと2時間まいまいと高橋さんの2人の掛け合いが見れるというそうですよ、ことでぜひよかったらまたね会いに来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次、ラジオネームランランさん。まいまい高橋さん、こんにちは。こんにちは。まいまいが11月に出演する市民祭には行きたいと考えています。お、鹿児島。鹿児島ですね。鹿児島、3度目の正直で行きたいです。理由としては、1回目は家族の用事が急にあり行けなくなった。2回目は台風で新幹線、電車など交通機関が全く動かなかったため断念しました。3回目は行きたいです。行けると信じます。ということで。なるほど。この2回目はね、例の台風ですね。例の台風の夏祭りの事件。うんうん、でね、1回目なんだろうな。この間、あ、5月だね、うんうん、5月にあの鹿児島のライブハウスであったんですけど、そうなんですよ、3回目ぜひ。なるほど。11月はあの市民祭って言って、はいはいはい、こうなんだろう、大きいこう公園のグラウンドに、うんうん、こう屋台じゃないな、昼間あるんですけど、イベント自体は、はいはいはい、いろんな出店があったりとか、フリーマーケットとか、いいですね。そう、市民がいっぱい集まって、めちゃくちゃなんかそういうイベント大好きです私。結構ね、規模デカめなんですよ。あ、そうなんですね。そう、なのでぜひ晴れることを願って本当に、まあ、でも11月だからまず台風はないじゃないですか。そうですね。でも最近大雨があるから、うん、まあなんか綺麗な秋晴れとかだといいですね。そうですね、ぜひぜひお待ちしてます。という、あとですね、ペンネームひまわりさん、はい、青春ソングを考えていたら昔の思い出に浸ってしまいました。まいまい高橋さんは学生で一番楽しかったことありますか、という質問ですね。なるほど。学生で一番楽しかったことありますか。なんだろう、私だいぶ遅いんですけど、大学時代が一番楽しくておー、サークルがめちゃくちゃ楽しかったですね。サークル、サークル放送研究部っていう、多分皆さん聞き慣れない、サークルに。初聞きですね、その情報。私も大学入って初めて知ったんですよ。こんなのあるんだと思って、それがもう楽しくて。どういう感じなんですか、どういうことを。それこそ今これ喋ってるみたいに、うんうん、DJ って言ってみんなの前でこうトークをしたり、曲を流したり、ラジオドラマ作ったり、映像を作ったり、すごい、なんかもう何でもありみたいな、やりたいこと全部やれみたいな部活で。楽しそう。楽しかったんですよ。それが大学。それが大学です。あ、それで今につながってる感じですか。そうなんです、そうなんです。大学で放送がでやってたんで、ちょっとこのスカイウェブ FM とご縁がありまして、うんうんうん、そこからそのままみたいな。まあ、そうですよね、機械とかもね、今こう操作しながらやってもらったりしますもんね。そうなんですよ。はい、すごいな。でもね、トークしながら機械触って私の相手もしてみたいな。いや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 、すごい、これしかできないんで、もうこれで生きていかないと。いやいやいや、もう十分なあれですよ。もう前前は何かありますか。私もでも専門学校が結構がっつりスポーツ系の幼児体育系だったんですよ、私、はい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 、専門学校が。で、まあ、東京に来て専門学校入ったんですけど、うんうんうん、あの体育祭みたいな、あのフェスティバルがありまして。フェスティバルいいですね。トドロキアリーナっていうなかなかデカめの、うんうんうん、あの体育館を、はいはい、あとこう
なんだろう、その専門学校だけじゃなくてグループ の、うんうん、その私は幼児体育とか、うんうん、こうパーソナルトレーナー系の学校だったんですけど、はいはい、他になんかビューティーとか、はいろ、はいろこう、なるほど、学科みたいなやつが分かれてる。そうそう、学科が、まあ、学校自体も違うところにあるものたちがバッて集まるので、うんうんうん、もうすごい人数なんですよ、それの応援団がありまして、応援団の、あの団長とかではなかったんですけど、はいはいはい、そのリーダーでこう何十人何百人みたいなのをこう、うんうん、なんだろう、なんもうみんなのお手本になって踊ったりとか、すごい、そうっていうのが一応1年生2年生3年生だったのであって、もう本当に部活並みの熱量なんですよはい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 、放課後集まってとか、うん、もうなんだろう、そのフェスティバルが近づくにつれて丸々1日、うんうん、その体育祭の準備なんですよ。そうなんです、めっちゃ力入ってる授業とかなしに、もう応援団のダンスの練習みたいな、うん、すごっ、めっちゃ楽しくて、うんうんうん、そうで、それでなくてもこう結構体育会系なんで、はい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 、っていうのがめちゃくちゃ燃えましたね。で、なんかフェスティバルのフェスティバルマジックっていうのがあって、はい、あのその日にみんなかけてくるんですよ。彼氏彼女がいない人はマジックが起こるんじゃないかっていうので、なるほどですね、そのね、うん、こうやっぱ応援団はその体育会系の学校の人たちしか出ないんですよ。だからビューティーのね、可愛い子たちとかがこう見るんですよ、はいはいはい、なるほどですね電話番号渡したりとか LINE 交換したりとかっていうのが繰り広げられるところで、すごいフェスティバルマジックでいろんな人たちが付き合うっていう、やっぱ付き合うんですね、そのままちゃんと。すごかったです。でもフェスティバルが終わってちょっとしたらもうどんどん破局やっぱあれはマジックだったやっぱ一瞬の魔法なんですねなるほどっていうのとかがありました。で、まあ思い出としてはそうですね、そのあのリーダーになって、うんうん、こう団の人たちをこう頑張ろうって言って、でどん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 みんなやる気が出てくるんですよ、うんうん、でもう最終的に涙を流しながら、うん、頑張ったね、よく頑張ったねみたいな、熱い、めちゃめちゃ熱いですよ、青春じゃないですか。赤団、黄色、緑みたいな感じでちゃんと団が分かれてて、うん、はいはいはい、応援団の1位、2位、3位みたいなのも、うん、そう順位付けて、なるほど、扱って、あちょっとリレーとかもあるんですよ。あ、いいですね、めちゃめちゃ体育会系だっていう青春で、あのパンモンのあと一つを、うんうん、みんなで手つないで、はいはい、上を見ながら、あと一粒の波、めちゃくちゃいいっていうのがありましたね。あと栄光の架け橋も、その2年生かな、その時に流して、うんうん、いいですね。なんか熱くなってきますね。熱くなってきますね。ハッピー来てね。うわ、いいなっていう思い出の曲がありました。へぇ、はい。みんなのね、青春曲、本当ありがとうございました。ありがとうございます。またね、いろんなものをね、募集したいと思うので、ぜひよかったら、あ、そうだそうだ。宛先をね。そうですね。お便りの宛先を見たいと思います。info@892fm.com info@892fm.com ファックス千葉 043-441-5592 043-441-5592 おはがき封書の宛先は郵便番号 260-0021 千葉市中央区新宿 2-2-5 一富士ビル4階、郵便番号 260-0021 千葉市中央区新宿 2-2-5 一富士ビル4階スカイウェーブ FM 柳前の聞いてを聞いてまで。メールをいただいた方には抽選でスカイウェーブステッカーに柳前のサインを入れてプレゼントします。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。ということで、はい、おスムーズに、すごくないですかいや、なんか成長したな。成長すごい感じますね。7月からでしょ、7、8、9、10、もう3ヶ月、7、8、9、10、4ヶ月。すごい。やりまい、成長しました。やはり成長するんですね、続けると。はい、そうですね。ということで、こちらまでお待ちしております。ネットからでもね、リクエストなど、募集、応募できますよね。はい、スカイウェブ FM のホームページから送れますので、はい、ぜひぜひお待ちしてます。ということで、じゃあ一旦 CM 行きましょうかね。はい、どうぞ。聞いてよ聞いて、
はい、続いてのコーナーは、はい、柳前の聞いてを聞いてという感じで、あの、はい、とにかく私の聞いてほしいエピソードを持ってきました。お願いします。この間ですね、うん、代々木公園で初めての外ヨガを、はい、外ヨガしてきました。マシンピラティスに通ってるって、うんうん、あ、そうですね、情報を流したじゃないですか。その講師の方、トレーナーの方が、うん、なんだろう、公園でやるので、はいはい、ぜひやりませんかって声かけてもらって、うん、ずっとやりたかったんですよ、外で。絶対気持ちいくないですか？確かに。だってね、自然も、ね、ピクニック好きだから、うんうん、っていうので、参加して、うんうん、めっちゃ整いました。整いました。整いました。整うんですね。整うっていうか、なんだろう、もう日頃って、やっぱ、こう、せかせかしてたりとか、うんうん、急いでる時とかって、こう、呼吸が浅くなりがちじゃないですか。はいはい、もう自然の空気を吸いまくり。吸いまくりか。もうなんか、しっかりこう呼吸を吸って、吐いてっていう意識するじゃないですか。うん、そうですね。それでしっかりいっぱいこう酸素を体に入れて血の巡りを良くしてっていう感じで。あと、初めてじゃない、ブリッジしたんですよ。ブリッジってあのブリッジ。そう、そのなんだろう、メニューとか、そのなんていうの、メニューか、うん、流れの中、レッスンの流れの中で、じゃあちょっとみんなで、はいはい、7人ぐらいかな、生徒さんがいて、じゃあブリッジやってみましょうってなって、はいはいはい、できなくて。あれ本当に壊滅的にできない。え、ブリッジできますか？できます。ちょ、後でちょっと動画見てほしいんですけど。見たい。見せればよかった動画。もうなんて言うんだろう。で、その方が、この、今日はレッスンしました、みたいな感じで、その、ちょうどブリッジのところを動画に撮ってたんですよ。はいはいはい。見たらもう、なんだろう、一人だけなんかもがいてるやつがいるぞ、みたいな。なんか背中も離れないし、手も伸びないし、全然こう、なんていうの、ブリッジでこう丸になる。そうですね。橋っていう感じじゃないですか。うんうん、はいはい。全くモテできなくて。おかしいな。そう、おかしいな。それだけが、ちょっと悔いなんですけど、でも目標ができました。はい。今年中に、ブリッジができるようになるっていう。素晴らしい。目標を。多分一番の原因は肩が硬いんですよ。ああ。肩が硬いのと、ね、背中も硬い。うんうんうん、うん。で、足も硬い。全部硬かった。全部硬いんだ。全部硬いからっていうので、今年の目標が一個増えて。ああ、いいじゃないですか。ね、自然の二酸化炭素吸って。吸って。マイナス4か。マイナス二酸化炭素は吐くものですよね。酸素か。そう、マイナスイオンをたくさん取り入れて、ね、今日は整って今ここに座ってますっていう感じで。よかったです。頭はね、ちょっと中身は改善されないんですがっていう感じで。はい。行ってきました。いや、いいですね。あ、まだあるんですね。まだあるんですよ。VS パークっていう。VS パーク、はいはい。VS 嵐って覚えてますか？うんうん、あ、ありましたね。なんだろう。なんだろうな。なんかあれ、いろんなもの。コイン積んだりとか。あ、そうそう、コイン積んだり、うん、こう、なんだ、棒みたいなので押し合って落ちた方が負けとか。はい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 。ボールを蹴って、組み立てたやつを倒すとか。倒すやつ。ありましたね。懐かしい。それの、なんかまあ、みんなができるのが、横浜のところにありまして、はいはいはい、ワールドポーターズっていうところの4階か5階かな、うんうん、にできたんですよ。あ、そうなんです。新しいんですか？新しいのかな？ちょっとあれなんですけど、うんうん、そう。で、やってきまして、初セグウェイもやってきました。セグウェイすごい。やったことあります？ないです、ないです。いや、楽しいけど、うん、バランス感覚がないと無理ですね、あれは。そうですよね、あれね。すごいなんか、ベテランみたいな感じで言ってるけど、私めちゃくちゃ遅くって、友達と、まあ、VS だから、友達と行って、いろんなものを競ったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ私遅くて、ずっとジェスチャーしてるけど。ずっと乗ってるポーズをね、ラジオで伝わらないんだけど。してるんですが、本当に、こう、前に体重をすると、もう転げてしまいそうな感じなんですよ。はいはいはい。だからもう、背筋ピーン伸ばして、でも前に行かない、こう前に倒さないと前に行かないからっていうので。なるほど。みんなちょっとやってみてほしい。全然難しい。っていうのと、あとなんかこう、なんだろうな。何やったかな。あれ。壁に、うぼんごってします。あのね、
あのテトリスみたいなやつ。テトリス。テトリス、はいはいはい、全然違うんです、うん。テトリスみたいなパズルを、はいはい、この四角の的にこうどん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 押し詰めていくっていうので、うん、まあちょっとみんなウボンゴで調べてみる。面白いゲームがあるんですよ。はいはいはい、なんか本当に子供じゃなくても大人でもめちゃくちゃ楽しめる。うん、へえ、いいな。っていうのがあって、それに行ってきたよっていう。みんなもね、ぜひ横浜付近とか、うんうんうん、横浜近いじゃないですか、東京も。割とすぐ行けますもんね。そう、うんうん、ぜひ千葉からも。千葉から。行ってみてください。めちゃくちゃ楽しかった。楽しそう。遊びが。っていう、体を動かす系。いいですね。で、今度、秋になってきたじゃないですか、うんうんうん、今度ね、バスツアー行きたいなって。出ました、バスツアーお好きですね。何を買ろうかな。多分11月多分リンゴ狩り。あ、確かに確かに出てきますよね。梨狩りとか、うんうんうん、買っちゃおうかな。買っちゃうんですか。まだ予約はしてないんですが、うんうん、ね、今度行って、こう夏にバスツアー行ったんですけど、うんうん、滝とかは下れなかった。滝は下れなかった。あ、でも滝は見ましたね。あ、見ることはできた。うんうんうん、滝？あれは滝。わかんない。何をイメージしてるんだろう。行ったところを今思い浮かべて、下れなかったけど、そう、水入ってないな。水、ああ、自分が。そうそう、自分が今ちょっと思い浮かべて、入ってないですね。まあまあまあ、まだ間に合うんじゃないですか。もうね、寒い時期になっちゃうから。でもなんかこの時期サップとかもこう全身、うんうん、なんていうんですか、ウェアみたいなのありますよね。はい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 、やりたいな。お、やっちゃってくださいよ。ラジオのネタに持ってきたいと思います。っていう感じで柳前の聞いてよ聞いてよ、はい、聞いて、ごめんなさい、なんかゆるーくて。いや全然、これぐらいがちょうどいいですよ。これやったよ、あれやったよって、みんなも行ってみてねっていうゆるい感じで。ぜひね、はい、行ってみますね。ぜひ行ってみてください。はい、それでは、一旦 CM 入ります。どうぞ。 89.2 Skywave FM。聞いて。はい、続いてのコーナーも聞いてよ聞いてで、ね、まだまだあるんですね。そうなんですよ、先日ですね、私シッター、ベビーシッターもやってまして、定期でねお願いしていただいてるシッターの、女の子と一緒に、猫カフェに行ってきまして、そういうこともするんですよ。そう、意外、なんかベビーシッターって猫カフェにも行くんですね。お家でとか、まあ寝かしつけとか、うんうん、こうワークしたりとかもあるんですけど、まあ休日とかね、お母さんとかが、お父さんがこうお仕事とかの時とかは全然、何でもするんですよ。ええー、そうなんだ。で、なんかリクエストをね、子供からもらって、舞先生と一緒に猫カフェ行きたいって。うん、かわいい。かわいいじゃないですか。行ったんですよ。で、まあ、ね、年長さんかな、はい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 、なんですけど、猫怖いらしくて。あ、怖いんだ。猫カフェ行きたいけど怖いんだ。そう。で、いざ入りました。はいはい。そしたら、猫カフェっておやつを、こう、うんうん、持って入れるじゃない、持って入れるとか、猫カフェで用意されてる猫用のおやつ、うんうんうん、はいはいはい。一応買ったんですよ、うん。で、入った瞬間に、もう、結構早い時間に行ったんで、うんうん、まだお客さんがあんまりいなくって、あ、はい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 、2人ぐらいしかいなかったのかな、うんうん、そしたら猫がもう待ってましたみたいな感じでブワーってきて、そしたらもうそのね、女の子もビビっちゃう、ビビっちゃって、びっくりしちゃって、で、すごい泣き始めちゃって、うんうん、でどうしようびっくりしますね。で、一旦その入ろうと思ったけど猫が出てきちゃったんで、うん、閉めないといけない、うん、でも子供が泣いてるから抱っこする、うん、でもこのおやつに集まってくるから一旦置きたい。でも置いたら猫が全部食べちゃうみたいな、もうなんか八方塞がりみたいな。で、一旦閉めて、で、まあ全部整えて、はい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 、だからもう怖すぎて子供がもう入れない状態になってるんですよ。そうですよね。で、まあ、まあもうね、入場あれしちゃったし、うんうん、一回頑張ってみようって言って入って、で、なんとか入れたんですよ。あ、よかった。そう。で、入れたけど、もう集まってくるから、このおやつに。うんうん、だからもう近くにいた、ね、最初に入ってたお客さんに、うん、このおやつ、あげてもらっていいですかとりあえずもうそのおやつから子供を離すっていう。なるほど。そうですね。それが一番かもしれない。で、最初泣いてたからもうキュッて抱きしめて、うん、猫がちょっと離れてるところから見まして、はいはいはい。そしたらなんか、ちょっと慣れてきたみたいで、うん、
で、ちょっと抱っこしながら触ってみるって言って。あ、よかった。で、まあ、近づくと、うんってなるんですよ。で、大丈夫大丈夫って言って抱きしめて。うん、そしたら、なんか、徐々に調子が出てきて。でも、ママが言うには、うんうん、いつも10分ぐらいで帰るらしいんですよ。あ、そうなんですね。泣いちゃって。その、なんだろう、超えるところまではまだちょっと行、うん、けてなかったっていうのを後から聞いたんですけど。はい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 。なんか普通に猫カフェ行き慣れてるだろうっていう感じで行ったら、まさかの。いつも泣いてたんだ。そう。で、それで、まあその、ちょっとずつ、こう子供が慣れてきて、うん、よし、頑張ろうって言って。で、撫でるところから一緒に始めて、そしたら、地に足をつき始めたんですよ、子供が。順調。成長って思って、で、そのまま、あの、おやつをあげたいって言ってくれたんですよ。すごい。わかった、つって、すぐおやつ買いに行って。で、おやつやったら、やっぱちょっと怖い。でも、あげたい。って言って、でも、すごくないですか、子供って。その、なんだろう。怖いけど、うん、挑戦心というか。いや、すごいですね。で、最終的に、あの、猫カフェで、うん、もう、一人で歩いて、堂々と猫にあげれるまでになってて。すごーい。いや、なんか、この、もう、10分で帰るって言ってた子が、うんうん、もう、1時間過ぎても、帰るって言ったら、もうまだいる。じゃあ、30分延長しようか、つって。すごーい。延長する。で、ちょっとしてから帰るって言ったら、うん、まだ帰んない。2時間。そう。で、でも、おやつ買う買う。で、ママに連絡して、うんうん、すごいもう、すごい楽しんでますって言ったら、ママも一緒に猫カフェに来てくれて、で、その成長した姿を見ても、すごい喜んでてっていう、すごい。子供の2時間ぐらいの成長が、すごいなって。やばいですね。急成長。うん、急成長で、ママもすごい喜んでくれてて、うんうんうん、なんか一緒に行ってよかったなっていう、ちょっとやっぱ子供のね、その、なんだろう、かわいい成長記録。いやー、すごい。ここでちょっと話そうかなと思って、あの、話しちゃいました。いやー、めちゃくちゃほっこりしました。そうね。それ以外にもやっぱシッターで、まあ1年とか、うんうん、長い子だったら3年ぐらい見てる子とかもいるんですけど、やっぱ成長がすごくって。そうですよね、ちっちゃい子。やっぱ子供の、うんうん、あの、なんだろう、1年って大人の1年よりもギュッて詰まってるじゃないですか。ですね。私もね、大人だけど1年にギュッともっと詰め込まないとなってっいっぱい成長しなきゃ成長しなきゃなっていう感じで、はい、毎回ね、あの、学びをいただいておりますはい、っていう感じで、はい、あ、それでは、柳前のオリジナルソング聞いてください。 My Way。聞いてよ聞いて。はい、早いもので。はい、早すぎる。もう終わり？ラストのコーナー、告知っていう。告知、大事ですね。お願いします。はい、柳前ですね、SNS やっておりまして、はい、インスタグラム、X、うん、YouTube チャンネル、うん、もやっております。柳が漢字で、前、はい、がひらがなの柳前。あと、歌うベビーシッターっていうハッシュタグでもね、出てくるかなと思うので、歌を歌ったりとかね、いろいろ、こう、ピクニックの写真を受けたりとか、いろいろしてるので、ぜひ検索してみてください。はい。はい。最後に流す曲も、オレンジデイズと言って、私のオリジナルソングなんですけども、さっき流した、マイウェイとオレンジデイズ、私の YouTube チャンネルに、ミュージックビデオが載っております。はい。ぜひ爽快に歌ってるので、見に来てください。それでは、お別れの時間が近づいてまいりました。本日のラストソングは、柳前のオレンジデイズです。皆さん、楽しんでいただけたでしょうか？今、いろんな場面でこのラジオを聴いていただいてると思いますが、来週もお待ちしております。お相手は、柳前と、アシスタントの高橋由衣でした。今日もみんなにとって、素敵な一日でありますように。バイバーイ。